どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。さあ今回はですね、ウクレレ戦動画、これいつもやってるやつなんですけど、実はですね、2019年6月30日長野市でガズレレ開催です。私実は長野県出身なんですよ。なんですけど飯田市っていうところですね、あの長野市と飯田市ってめちゃくちゃ離れてるんですよね。あんまり同じ面がないんですけど、とはいえ同じ長野県ですから、これやっぱ盛り上がっていきましょう。長野県待っててね。あと長野に近い方も集まってくださいね。はい、ぜひぜひ。そのイベントの時にこの曲は歌わないといけないなと思うということでこれやります。信濃の国、これですね、まあ皆さん有名な話ですけど、長野県人だったら大概歌えるっていうあの有名な曲です。まあこれね、この今日 YouTube 上げてもあの長野県人以外見るかどうかまあ不明ですけど、ひとまずやりますよ。その宣伝も兼ねてますから、長野の6月30日に長野市アークスセンターで開催、待ってます。イベントの詳細広告クリックね。はい、まあやります。でこの曲コード3つですから、 C と F と G7、 この3つのコードでじゃんじゃんやりましょう。あ、ちなみにこの動画初めて見てウクレレやってみたいな、でも私全然わからないわという方もしいたら、ここにリンク貼っておきます。ここでリンク先で初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック。はい、行ってらっしゃい。そこにはもうすぐウクレレ弾けるパッケージになってますから、ガズレレ YouTube で、はい、ぜひ音楽始めてください。さあ長野県でやるという、はい、信濃の国ね、行きますよ。1番は4つ弾きシンプル簡単バージョンでやって、2番は軽やかな8ビートでやってみようと思います。はい、長野県の方はもちろん他の県の方も長野県の心意気を歌いましょう。それではガズレレ流、まあ簡単バージョンのみですけど、はい、やってみます。信濃の国、歌詞もねバッチリ覚えてるようで案外覚えてなかったですね。あの一番はなんか覚えて、長野県人はね結構これ歌えるって言われてるんですけどね。はい、一応、皆さんこれノート見せますんでね、ちょっとメモってみてください。まあコード3つだけだから、ただしねもう行ったり来たり行ったり来たり、このコード進行がねこう結構この辺細かかったりするんで、これまず1番、はい、これ一時停止でメモってくださいね。はい、これ歌おうね、長野ガズレレの時。はい、まあ一時停止で、あの動画のテロップの方が分かりやすいかもしれないですけど、で気づいた、この丸書いてあるところあるでしょ、ここはダン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 って3回弾きましょうね。信濃の国は、はい、ここのにこことここだけね一応止まってる。で2番はねちょっとスペースなくなっちゃってですね、倍で書いてありますけど、コード進行一緒して歌詞だけ変えてるということでございますから、参考になればと思うんですけど、まあ1番を思いっきりやるのがいいかな。はい、まあこれ本当はもうすごく長いんですよ、この曲。何番までもあるんですけど、はい。で、出てくるコードはコード3つ、C と F と G。これ超入門コードですから、はい。ウクレレ習ったその上に覚える3つのコードでやりましたと。で、今やったら上は4つべきバージョン。1番は4つべきバージョン。後半は8ビートでチャでやりましたということでございます。はい。
シンプルですね。はい。じゃあこういう感じで、やっぱその地域の曲を歌うっていうのもすごい素晴らしいことだなと思いますんで、長野県待ってますぜ皆さん。長野市でガズル006月30日待ってます。何回も言うな。はい。そんなことですね。はい。ありがとうございます。これね、この後ちょっといろんなことをご案内しますので、ね、東京でやるイベントとか、もう日本中駆け巡ってるとか、本がいろいろ出てるとか、ちょっとご案内、見てください。今日は見てくれてありがとうございます。いつか生で皆さんお会いしましょうね。はい。ありがとうございます。ではご案内、どうぞ。はい。ガズレレです。まずはホームページ、ドン。ガズレレ .com。ここにいろんなこと書いてあるので、まずここ総ざらいでチェックしてください、ね。よろしくお願いします。で、ガズレレは日本中飛び回ってるんですけど、まあ、ここを見てください。6月30日は、長野県長野市。はい。7月6日、これがね、ちょっとこの後またこういう、7月6日は、代々木公園で千人ガズレレ。7月になると奈良に行きますからね。まあこんな感じで日本全国津々浦々行ってるんですけど、まず長野、6月30日お待ちしてますよ。私実は長野県出身ですから、地元開催といってもちょっと市を離れてるんですけど、まあやりましょう。ワイワイお待ちしてます。長野市でやります。はい。で、ドン、こちら千人ガズレレ、これがですね、まあ毎年恒例なんですけど、千人でワイワイやる、これ最高です。ぜひ皆さん来てくださいね。で、もうやる曲5曲決まってて、みんな全員でステージ上がって、一緒の曲を弾こうというやつで、入場無料、参加申請いらない、勝手に来て一緒に練習してやろうという全部の流れ、ここにリンク貼っておきます。このリンクで当日来てください。とにかく体一つ、ウクレレ一つ持ってきて、練習もセットになってますから、待ってますよ。7月6日、11時半ぐらいに集合ね。OK。はい。あとはね、本いろいろ出してます。これ出たばっかりのガズさんのリットミュージカル出てる本なんですけど、これもまたもういい本です。100曲入りですから、ね。とにかくいろんなこともホームページに書いてあるんで、さっきホームページのリンク書いたけれども、はい。そこにブログも書いてて、ブログにももうめっちゃいいこと書いてありますんで、まあ音楽を楽しくやる秘訣っていうかね、またこの心持ち、そんなものを、体感していただければと思います。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうね、テンション高くなっちゃう。このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっかり書いてますんで、ぜひ見てください。本当にありがとうございます。というわけで、ガズレレで、ウクレレで、音楽で、どんどん楽しく豊かな人生、やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。